電子立国の父、伝説のエンジニア佐々木忠。シャープペンシルや穴がいらないベルトのバックル、特美状の発明で知られる早川徳次。早川徳次が1912年創業したのが早川電機工業、現在のシャープ株式会社です。そのシャープを世界的な電機メーカーに育てたことで知られる元副社長が佐々木忠です。半導体、電卓、液晶、太陽電池などの開発に関わり、素晴らしい業績を残し、スティーブ・ジョブズや孫正義といった大物経営者にも尊敬された佐々木忠とはどんな人物なのでしょうか。佐々木は京都帝国大学時代にドイツのドレスデン工科大学留学で通信技術を習得して、当時の逓信省に呼ばれて電話機の開発に携わります。1938年大学卒業後、レーダーなどに使う真空管を開発するため川西機械製作所へ入社します。真空管の技術では当時日本で最高水準と高い評価を得ていました。その後終戦になり GHQ に呼び出されます。米軍の大佐から川西機械製作所の工場が爆撃されなかった理由は、終戦後に米軍が工場を利用するためだと聞かされ、唖然としたそうです。そして米軍の指示で電話機の技術を勉強するため、当時最先端の通信技術を持つ AT&T のベル研究所に留学することになります。留学で真空管の代替となるトランジスタの存在をいち早く知り、帰国後トランジスタの開発を始めます。トランジスタの国内開発の先駆者となった佐々木は、多くの企業から引き抜きがかかるようになります。その中に早川電機工業の早川徳次、松下電機創業者の松下幸之助がいました。佐々木は最初に声をかけてくれた早川電機工業に1964年に入社し、まず電卓の量産に着手することになります。シャープはカシオ計算機と激烈な電卓戦争を戦っている最中でした。当時量産は難しいとされていた MOSLSI 大規模集積回路の採用を決断し、国内メーカーに声をかけますが応じてもらえません。そこで最後に留学の経験を生かし、アメリカのロックウェル社に声をかけ、 MOSLSI を量産することに成功します。その当時共同開発していた米国人エンジニアから、次から次へとスピーディーに湧き出る着想力に、戦闘機のスピードでは追いつけないとロケット佐々木のあだ名をつけられています。 MOSLSI の採用で電卓の価格は1/5、重さは1/18になりました。この LSI はアポロ12号の着陸船にも採用され、 NASA からアポロ功労賞を授与されています。また当時は暗くて反応が遅く使えないと言われていた液晶パネルを改良して電卓の画面に採用したのも佐々木です。この薄くて軽いディスプレイの技術は液晶テレビに応用され、後にシャープは液晶帝国を築くことになります。もう一つの功績は、重い乾電池をなくすために太陽電池を採用したことです。使い道のなかった太陽電池がにわかに脚光を浴び、今日の太陽光発電につながっています。佐々木はソフトバンクの創業にも関わっています。1979年、孫正義が学生時代に発明した自動翻訳機をシャープに売り込みに来ます。その時専務だった佐々木忠は孫を見込んで、銀行に1億円の融資を斡旋して、その融資が通ります。孫はその資金をもとに起業し、ユニソンワールドを設立、それが後のソフトバンクです。また1980年代中盤、事業に悩んでいたスティーブ・ジョブスに相談を持ちかけられます。そこで当時ウォークマンが大ヒットしていたソニーの大賀典夫さんを紹介し、これからは間違いなくネットワークの時代になるから、ポータブル性を持たせた IT 機器が重要になるといい、 IT インポケットの時代になるよとアドバイスしました。この会見から後に
iPod、iPhone が生まれたと言われています。サムスン電子が半導体の開発で行き詰まっていた時、イ・ゴンヒ元会長に請われて技術を伝えました。電卓では LSI を使い小型化に成功し、表示部分を液晶に、乾電池を太陽電池に変え、飛躍的に薄型化、省電力化を実現しました。ビル・ゲイツの一番の功績は、LSI の価格を劇的に下げ、コンピューター社会を加速させたことですが、先に佐々木が成し遂げた電卓の LSI 開発があったからこそなのです。佐々木の真の偉大さは、その着想力や技術開発力だけにあったわけではないようです。佐々木のモットーは、世界中の技術者が手を携えてイノベーションを起こす競争でした。佐々木は晩年、次のように語っています。競争は加速する。それに向けて人類も進化していかなければならない。テレパシーや念力といった、これまでは人知を超えた世界だと思われていたような現象も、科学の力で人類の未来にどのように活用していくかという発想が、これからは求められる。そういうことまで考えないと、人類はコンピューターに使われるような世界になってしまいかねない。人類が高い志を掲げて進化し続ければ、100年後の日本、そして世界は安泰です。2018年1月31日に、佐々木は肺炎のため亡くなります。会社も国も超越した102年の見事な生涯でした。